もう一つぐらいいっとこうかな。もう一つ二ついく？よいしょ。ジュニアは紹介してみるの？軟式？うん、とか子供用は。子供用いいのな。ないの？うん、ロニングス？ウィルソンはね、うちはメルセデスしか作りませんから手安いのないのよ。あ、そうか、うん、すごいでしょ。なるほど。これ、こっちの方が新しいやつ、なかった。あ、8年前売れたのか。あれ売れてるじゃん、結構結構売れてるんだよ、本当は。じゃあ私の方から最後にね、ご推奨、まあ、これはね、あのミスター T さんもね気に入っていただけるガリア用1750ムーキーベッツの若干ちっちゃいガイア仕様、増大税込み6万と500円のまだタイプでございますよ。なぜかね、さっきと同じ切りはみになる前のロールドウェルティングのね商品が私大事に在庫で持ってっちゃダメなんだけどこれもいいんじゃないですか。ダブルポストでかぶせね、ムーキーベッツのムーキーベッツさんのスタイルそのままで、でしかもオレンジタンね。でもう一個あるんだよ、ほらこっちはスーパースキンでもっと軽いね。値段は一緒、6万トンで500円でございます。 12.5 インチっていうのが今ね、ガイア仕様公式ね流行りになってきてますから、うん、その辺でね、使い勝手どうかなって。99だと1799だとちょっと大きいんで、まあでもウィルソンさんはね13インチのガイア収容ってのはないので、割とねキュッとしてるんだけど、うん、これもいいんじゃないですか、うん、と思いましてつらつらとねご紹介いたしましたが、いずれもね先ほどミスター T さんからねおすすめがございましたように、指を入れてプラーンとした時にね、ほら落ちないような、あ、フィット性、これはあのデュアルの構造も一つあるんですけどね、この内袋、このシェルの中に内袋を縫い込んである構造なんですけどね、グラブっていうのは内袋もデュアルになっております。で、クッション等も入ってね、非常にウィルソンは指入れ感が他のグラブと違うということで、ウィルサーの T さんがお気に入りということでございますが、こうプラプラプラってね、いつもこうやってプラプラってすれば何してんのかなと思ったら、これ確かめてるんだよね、T さんね。あ、プラプラ、あ、出た。フィンガーシフトでも落ちない。なるほど。こんだけ出てる。なんか名前つけなくちゃダメだな、それ。T トライとかさ。T トライ。どう？はい。ということでね、あとよかったですか、T さん。何か言い残したことはないですか？これはいいの？ワールドペガサス、あ、何やよ、もう一つ限定でワールドペガサスさんの、さっきのねガイア紙と対になってますけど、除外税込み5万9400円のお値打ち数量限定モデルですね。このウェブはキムハソンさんと同じスタイルでございますけれども、切りはみでキャメルのレースに、それから閉じはねこれぐらいの感じ、すごいオーソドックスです。なおかつさっきと同じ和牛でございます。どうですかこの輝きね。農民さんもうなるワールドペガサスさんのこの和牛の輝き、ミスター T さんも大好きよっていうことでね、はい、これ初めて見た人、それ誰だっていう話だけど、有名な人でございます、ミスター T さんと農民さんね。でも軽いよこれ。軽いですね、和牛ね、うん、うん、ワールドペガサスさん和牛ご使用ということでね、お話聞きますと地生ということで北海道産の和牛使っておりますので、
西海岸からアメリカ西海岸からだと塩漬けにして送ってくる皮がこうそのままね塩漬けにせずに、なめし工場に入ってなめされてると、それだけ新鮮なんですよってね。野菜で言うと冷凍して解凍するようなことはしてないですよ、塩漬けしてないですよっていうのがね、一つこの皮の良さの売りだそうですけれども、そういったところも踏まえてね、ワールドペガサスさんぜひ一度一個ねご購入いただいてはいかがでしょうかということで。でもこれ ほとんどオーダーに近いようないい皮使ってる、ね、そうだって T さんが言うから間違いないでしょ、ね、オーダー以上かな、うん、いい皮やろ。でもほら在庫がた俺んち多い多いって言うけど、ね、私一人やってくれ、他のね普通のベースボールショップ行ってごらんなさい店員さんがさ 2人も3人もいてさ、うわーって壁一面グラブだよ。それと比べたらうちなんかね細々とやってるね、なんていうの弱小のね店だからね。まあ、T さんとかね皆さんメンバーさん応援していただいて何とかやっておりますが、もう私どもがね、今後も生き残るためにぜひ皆さんご協力いただいてここダメだなまたダメだ、ということで皆さんね、今日はミスター T さんのおすすめのぴったりフィットのグラブいかがでしょうかのコーナーでございました。 T さんありがとうございました。いいえ、使いやすいですよ。チャラチャラ。はい、すいません、じゃあ2日分これで撮れたと思います。もう最後だけ、はい、うん、まだ回ってない。こっち行くから丸釣りでも。あ、ほんと？うん。